ロークサバーは、インドの連邦議会を構成する議員。545、5年。ただし、非常事態布告が施行されている間は、国会が法律で1回につき1年を超えない、限度において延長することができる。いかなる場合においても、布告の執行後6月以上にわたって延長することは、できない。内閣不信任同議権、大臣会議は、 会員に対し連帯して責任を負うため、会員のみが内閣不信任同義権を有し、50人の会員議員の指示により提出される。ただし、過去に提出された事例は、1963年の1回のみで、しかも失敗に終わっている。金銭法律案、金銭法律案の選議は、会員に限られる。両院合同会議、両院の意思が異なる場合には、 両院合同会議が開かれ、出席、投票する議員の過半数で議決する。しかし、上院と下院の定数差からして、実質的に下院の意思が優越する。金銭法律案以外の法律案、両院のいずれからも宣言ができる。憲法改正法律案、両院のいずれからも発案ができる。憲法改正は、両議員それぞれで、総議員過半数、出席、 投票する議員の3分の2の双方の条件を満たして法律案が可決され大統領が認証した場合に成立する。ただし大統領選挙や国会における州代表に関する事項等を改正する場合には両院での可決後2分の1以上の州議会の承認が必要である。2020年1月13日現在前期に 会員議長を務めたソームナートチャタルジーは、インド共産党、マルクス主義派である。ありがとうございます。